オラウス・マグヌスが16世紀に制作した同版画でのリトアニアの宗教儀式の様子。火の祭壇とザルティスを乗せた祭壇が描かれている。ザルティス、またはザルティウスとはバルト地方の古来の宗教に基づいて信仰されていた蛇である。古来よりリトアニア、ラトビア、プロイセンの人々は毒を持たず穏やかな気質の緑色の蛇。 ヨーロッパ山かがしを、かまどを守る神として崇拝していた。法上をもたらすとされるザルティスは、ベッドの下や部屋の隅など家屋内のどこにでも、いさせてもらえた。太陽の女神、サウレーは、かまどの日の象徴でもあったため、家屋内の日のそばにも住むザルティスは女神サウレの、お気に入りだと信じられ、この蛇を殺すことは冒徳とされた。リトアニアでは14世紀に、 キリスト教を公認して改修したが、その後も農民たちはザルティウスを崇拝していた。バルト地方の古来からの神々に関する記録を残したキリスト教聖職者のラシキウスによれば、16世紀当時、来年の豊作を願うための年に一度の儀式の際には飼われている蛇を神官が巣穴から出し、ご馳走を与えていたという。リトアニアなどのバルト地域のみならず、 スラブ人にもザウレとザルティスは信仰された。ザルティスには不思議な富を授け、空を飛び光る者がいると言われている。それらはまた別の生き物でアイトバラスと呼ばれる。ありがとうございます。